皆さん、こんにちは、こんばんは。私は新潟県燕市にあります、福厳寺という総当種の寺の副住職をしております、藤田商店ですえ。このチャンネルでは仏教、特に禅について詳しくわかりやすく発信しております。チャンネル登録、無道ボタンよろしくお願いいたしますえ。今回もシリーズ、心穏やかに生きるために仏教禅を生活に活かすということで、天祖教訓から学ぶ第2回目ということになっております。 福井県にあります、総統州の大本山永平寺を開かれた道元禅寺が書かれた、天祖教訓という書物の口語訳を私がお読みして、最後に少し解説をしていきます。立生活に活かせるヒントが書かれていますので、参考にしてみてください。今回も画面を見ずにラジオ感覚でも聞けますので、ご自身に合った形でご視聴ください。1回目をまだご覧になっていない方は、そちらから見ていただくことをお勧めします。 それでは始めていきます。第2章、天祖一日の仕事。天祖の一日は、まず昼食を終えたら、寺の事務管理をする、スースやカンスと呼ばれる役職者のもとへ行き、翌日の朝食と昼食の材料を調達します。 お米と野菜などですが、これらの食材が揃ったら、特別大切にしなければいけません。中国、宋時代の骨石の任佑禅師は、寺の常備品は人の目の玉と同じくらい大切にしなさい、と言いました。ですから、お米や野菜などを、この上なく高貴なお方に 差し上げるお食事用のように、定調に扱わなければなりません。生のままでも、煮炊きしたものでも、同じ心がけで望むことです。次に、6人の役職の者が、栗で、明日はどんなお惣菜をどんな味付けで作るか、どういうおかゆにするかを相談します。 前年審議には、朝食と昼食の材料や味付け、分量を決めるときは、あらかじめ栗の役職と相談することと書いてあります。栗の役職とは、通数、関数、風数、異能、天蔵、失水の6人の役職のことです。 本立の相談がまとまったら、住職の部屋や修行僧の部屋の前にある掲示板に書き出しておく。その後で朝食のお粥の支度をします。お米を研ぎ、お惣菜を準備するとき、天童は自分の手で直接作業をし、よく気を配り、一瞬たりとも気を緩めず真剣に取り組み、 あることには注意をするが、別のことには注意を怠る、というようなことがあってはなりません。苦毒を積むためには、大会のほんの一滴とも言うべき、些細なことでも、他人任せにはできません。また、全根を積むためには、大きい山が一つ一つの尻の積み重ねであるように、コツコツと、 努力を積み重ねる心がけが必要ではないでしょうか。前年審議は、苦い、酸っぱい、甘い、辛い、塩辛い、淡いという6味のバランスがとれ、あっさりして柔らかい、綺麗で衛生的である、正しい調理法に従って丁寧に作られているという3徳が備わっていなければ、 天祖が修行僧たちに食事を提供したことにはならない、と述べています。お米を洗う際には砂が混じっていないかどうか。砂を捨てる際にはお米が混じっていないかどうか。よく確かめる。細かいところまで決して愚かにせず、注意を払ってよく見ることです。 そうすれば、おのずから、六味が整い、三徳が満たされることでしょう。中国の、浅方義孫というお嬢さんが、宝山了海禅寺のもとで、変造を務めていた時のことです。ある日、浅方がお米を研いでいると、宝山禅寺がやってきて、お前は砂を研いで、 米を覗いているのかそれとも、米を研いで砂を覗いているのかと尋ねました。説法が、砂と米を同時に覗いています。と答えると、宝山禅寺は、それでは修行僧たちは何を食べたらよいのかと問いました。すると説法は、 お米の入っている盆をひっくり返してしまいました。そこで東山禅師は言いました。お前はいつか他の死のもとで修行をすることになろう、と。この話からわかるように、昔の真剣に都道を収める志を持った立派な高僧たちは、自分から進んで天造の仕事を精神誠意実行したのです。 高世の修行者が天祖の仕事をおろそかにして良いはずはありません。昔から天祖の職にはある者はたすきがけで働くことこそが仏道修行の心なのだと言われる通りです。お米を研ぐ際に誤ってお米を一粒でも流してしまわないように天祖は 自分の手でよく点検しなければなりません。前年審議に、食事を作るときには、天土自身がよく注意して、おのずからきれいに仕上がるようにしなさい、と書いてあります。研ぎ水と一緒にお米を流してしまうことがないように、昔から年袋が用意してあるのです。次に、 お粥を作るために、米と水の分量を測ります。鍋に入れ終わったら、ネズミが入り込んだり、誰か部外者が中を覗いたりすることがないように気をつけて、特別大切にしておかなければなりません。翌朝のお粥のおかずを準備したら、次に先ほどの昼食のご飯と、 お吸い物の後片付けをします。ご飯のお筆やお吸い物のおけ、調理器具類を取りまとめて、真心を込めて丁寧に洗い清め、高いところに置くべきは高いところへ、低いところへ置くべきは低いところへ、きちんと片付けておきます。高いところでは高いところなりに、低いところでは 低いところなりにそれぞれ安定するように整理整頓するのです。菜箸やしゃもじなど、道具類一切を同じく慎重に扱い、繊細に点検して、そっと取り、そっと置くようにします。その後で翌日の昼食の支度をします。まず、 お米の中に虫が入っていないか確かめ、ゴミや異物を丁寧に取り除きます。お米や野菜などをきれいに選び分ける間、天童の下,下働きをする見習い僧は、かまどの守り神にお経を唱え、礼拝します。それから、おかずとお吸い物の材料を選び、取り揃えます。 栗の役職者から受け取った材料について、量が多いとか、少ないとか、粗末とか、上等とか、不平を言わずに、ひたすら食材準備に専念します。材料が多すぎるとか、少なすぎるとかの不満を表情に表したり、口に出して言うことは、厳に、慎まなければなりません。天ぞたるもの、一日中、 食材と調理器具に心を傾け、物と心が通じ合い、一体となって仏道修行に励まなければなりません。深夜12時前後までには、翌日の朝食の準備を終え、12時頃を過ぎて後にお粥を作ります。その日の朝食が済んだら、鍋を洗い、昼食のご飯を炊き、お吸い物を作ります。 お米を水につけておく間、天蔵は流しのあたりから離れることはなく、お米一粒も無駄にならないように目をしっかり開けて監視しなくてはなりません。丁寧にお米を研いだら、鍋に入れて火を焚き、ご飯を作ります。昔の人はこう言いました。ご飯を炊くときは鍋を自分の頭と思い、 お米を溶くときは、水を命と思え、と。ご飯が炊き上がったら、季節により、竹かごか、飯筆に移して半台の上に置きます。おかずとお吸い物は、ご飯が炊き上がる間に作るようにします。天蔵は自分でご飯とおかずを見て、調理されたものが、 所定の場所に置かれているかどうかを確認しなければなりません。時には、見習い草や雇い人、鎌焚き人を使って、調理器具類を揃えさせます。近頃、大きなお寺では、専門のご飯係や、服飾係を置いていますが、これは天祖の補佐役であって、昔はご飯係とか、 食食係などはなくて、ペンゾが一切を取り仕切っていました。はい。今回の章で注目していただきたいところがあるんですけれども、苦い、酸っぱい、甘い、辛い、塩辛い、淡い、 というですね、一文が出てきました。これをですね、6つの味と書いて、6味っていうんですね。そのバランス、6つの味のバランスが取れて、食材に応じた持ち味を活かしてあっさりして柔らかい。食べ物も調理器具も綺麗で冷静的である。食べ物の命を活かし、食材を粗末にせず、正しい調理法に従って丁寧に作られている。 というこの三つの徳、三徳が備わっていなければ、天祖が修行僧たちに食事を提供したことにはならない。というこの一文がですね、一番注目してほしいところなんですけども、まあ、これは僧侶に限った話ではないんですね。まあ、特に料理をなりわいにしている方の中にはですね、この三徳六味っていうんですけども、この三徳六味の精神をですね、自分の 座右の銘あるいはこうバックボーンとしてですね、仕事をされているという方もいらっしゃるというふうにお聞きしております。逆に、まあ、普段料理されない方にね、三徳六味。この教えは、まあ、細部まで、細部まで丁寧に心がけて生活をするという言葉が、まあ、当てはまるんじゃないかなというふうに思っています。三徳六味。ね、この三つの徳と六つの味。 っていうことなんですけれどもこの6つの味のね最後、淡いって言ったんですけど、淡いって何って思った方もいらっしゃると思うんですね。でこの淡いっていうのは、まあ、簡単に申しますと、まあ、むやみに調,理調味料などを、ね、加えずに、その食材の本来の味を生かす味付けですね。まあ、精進料理ならではの感覚かもしれません。でこの淡い という味について、永平寺で修行僧のですね、指導に当たられている老師が次のようにおっしゃられていました。え現代では特にこの淡いという味が食卓から消えつつある味付けの濃いもあ。味付けの濃いものを好む傾向にあり、何を食べているのか、食材本来の味がわからない。これは人間関係にも通じる。 現代人は、その人がどういう特色を持った人なのか、感じることができなくなってきている。食は、体の健康も、心の健康も支えている。その食がとても大切であると位置づけたのが、相当主である。このようにおっしゃられていましたね。食っていうのは、まあ、体を支えるね、えー、ものでもあるし、 心の健康。それもね、支えているんだという話ですね。食、食べ物っていうのはとても大切なことなんですよね。大切なことというか、大切な行いなんですね。で皆さん、まあ、仕事や育児、ねえー、毎日忙しいと思います、えー。私もそうですけども、なかなかね、この三徳六味、こういった精神を毎日心がけて、 えー、やることって難しいし、現実的に無理だと思います。なので、まあ、時間があるときね、たまにでいいと思います。三、えー、徳六味のこの精神、全部じゃなくてもいいですけども、まあ、今日はちょっと味付けをね、えー、変えてみようかなとか、えー、細やかな心がけとしては、まあ、トイレのスリッパ、ちょっと綺麗に脱いでみようかな。えー、こんなことでもいいと思います、えー。それだけでもですね、心が穏やかになります。 少しだけ心がけてみてくださいそれではまた次回さようなら